かわいい。どういう絵ですか。最高です。はい、皆さんこんにちは、今井中司です。今日はですね、素敵な共演者とともに、インタビュー答えたいなと思います。もう最高ですよ。もうね、子猫ちゃんとともにね、今すげえめちゃくちゃ、いい子ちゃんだね。結構ね、撮影大変な部分あったんですけど、今一番落ち着いてんじゃないですか。で、だってジャケで猫と撮ることも初めてなので楽しかったね。怒ってる、ちょっとうーって言ってる。なんで怒ってるの。めっちゃ怒ってる。はい、花金はですね、まあ、ファンクソウルを感じるバイブスの曲であり、まあ、前作のあの面からね、ちょっとこう、まあ、感じシリーズじゃないですけども、タイトルも花金ということでかなりインパクトもあって、もうこの絵面もかなりインパクトがあるんですけども、なんかファンクソウルって結構こう、歌詞の内容とかもちょっとこうシャレが効いたりとかする部分があるんで、なんかそういうものをこう日本語で表現した感じですかね。だからライブとかですごく映えるような曲かなと、うん、思います。めちゃくちゃいいと思います。そうですね、なんだろう、まあ、今回はまあそのライブでなんか映えるように、痛いライブで映えるような曲っていうのは最初イメージを持ってあって、でそこからファンクソウルのバイブスを入れながら、そうですね、まあ、でも最初にサビが一番最初にできた感じですね。あのチャキさんとジェイドさんと3人でスタジオ入って あの家の鍵 なくして入れない、家の鍵なくして入るに、それが一番最初にチャキさんがつけたフレーズでした、ね。いや、大丈夫ここまでいいですよ、ここまで大丈夫ですよ、ここまで大丈夫です、はい、今あ、いいですよ、いい感じ、いい感じ、大丈夫、だいぶ優しく噛んでくれてます。はい、何でしたっけ、制作費は、そうですね、なんだろう、まあ、本当作りながらいろんなアイデア出てったって感じですね。最初のサビの頭も、自分の声じゃなくてコーラスの加えた3人の方に撮ってもらったんですけど、これも作ってる中でそういうアイデアが出たりとかして、ちょっとね、自分の声じゃない方が、曲をなんかこうより、なんていうんですかね、印象深くするためにも、でそのクワイヤーの声があって、自分が受けがあってって感じなんですけど、はい、あの金曜好きですよ、もうシンプルですけど、やっぱ土日金曜もあったら土日って感じなんで、金曜の夜はちょっとワクワクしますね。はい、いまだにそれ、まあ今の仕事だとあんまり予備感覚ないから関係ないんですけど、金曜日はね、ワクワクしますね。痛い。へー、なんだろう、まあでも家でゆっくり過ごすことが多いですかね。寝た。マジで理想だね、キンプラン。いや、もう猫と過ごしたいですね、ここまで来たら。
寝てるよ。で前だったら花金はもうがっつり朝まで飲んで、なんかね、クラブとかじゃないけど、まあ、ちょっとみんなで騒いで朝まで遊びっていう感じはありますけどね。で土曜日はゆっくり起きるみたいな。出ますか？出ました。無駄毛、この郵便カム無駄毛感。あ、鍵なくしたことないですね。忘れたことあって。で学生の時ですけど忘れちゃって、だから家帰ったら家入れなくて夜まで親を待ってたみたいなのがありましたね。はい、セコムいますね。はい、あ、じゃあ実際に最近なんかあのなくし忘れたのかな、まあ、なくしたと、まあ、ちょっとなくしたみたいな、実際セコム出ましたわ実際読んでね、寝てるよ、猫ですね猫です。以上ですということで、もう寝ちゃいました。素敵な共演者と共にインタビュー受けました。ぜひね、はがき楽しみながら聞いてください。見てみるか、歩きも歩いていいですね。歩いてみるか、歩いてみるか。